さあ始まりました。始まりました。はい。なんと皆さんのおかげで2回目を迎えることができました。ベガルタラボラトリーでございます。やりました。おめでとうございます。やりました。おめでとうございます。皆さんのおかげで。この特設スタジオ、今我々合わせて4人しかいません。はい、めちゃくちゃ人いるように見えていない。もうコストカットで。はい、やっていきたいと思いますので、関係ないですからね。そうなんです。そして1回目はですね、はい、岩本照夫さんに出演していただきましたが、2回目のゲスト、元ベガルタ仙台の田村直也さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、久しぶりですね。久しぶりです、ね、変わんないですね。いやいやいや、もう田村君もね、はい、もうこっちに来たんでしょ。仙台、ね、3日前に引っ越してきて、まあ、今バタバタと、妻とみんなで引っ越しの片付けなんかやってますけど。あ、そうなんですか。はい、何されるんですか、こっちに来て。こっちに来て、平日はサラリーマンをやるんですけど。リーマンですか。リーマンリーマンやりながら、サッカーの解説やらせてもらったりとか。あ、あとまあそのイベントとかで、まあ、サッカーとは、あのかけ離れないように、意識しながら、また会社の広報もやるので、お、まあ、自分の動きがあの会社につながればということで、いろいろ理解いただいてるってところなので、まあ、今回もそれの一環として。あ、じゃあ会社員ということなんですね。会社員ですね。はい、ああそうなんですか。厚生年金で。じゃあこの出演料も時給制にしていただくので、多分20分ぐらいなんでいくらぐらいですかね、そうするとね。まあその辺はうちの社長と一回あとちょっとあのなかなかね、こういう地上波じゃないので、はい、まあ、予算の面もあるということで、ぜひあの、はい、スポンサーとしてあの社長の方によろしくお伝えしていただけると、後ほど会うので、あのよろしくおっしゃっていただくと非常に、そちらの営業もしていただいて、はい、もしかしたらその会社名がこの辺にね、今度から、あ、そうですね、この辺に、はい、これもしかしたらこの辺にぼかしで入っているかもしれませんので、ありかなって、ぜひよろしくお願いします。はい、そして2回目を迎えてですね、このベガラボ、はい、ちょっとバージョンアップしました。はい、皆さんの意見を取り入れまして、真摯に受け止めました。はい、以前はですね、もうこの辺で切れてたんですね。はいはいはい、見てください、上、ほら、まあ、素晴らしい、ほら上ここまで、ね、やっぱ取り入れるの早いな、そうなんです。仙台放送、そして、はい、あの皆さんからのご意見いただきまして、はい、声が聞きづらいんじゃないか、はいはいはい、いう意見もいただきましたので、はい、田村さん小さい声で喋っていただいてもよろしいですか。これやりましょう。拾ってると思います。大丈夫ですか。本当に大丈夫だと思います。なんとマイクが、ピッパイクがつきました。はい、ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。はい、これでもうどんな音でも拾っていこうということで。はい、僕の緊張の、喉の、ね、音も、そうですね、聞こえちゃうっていうのが、はい、怖いですけど、はい。そうですね。しかもそれ、これに関してはあの編集しませんので。了解です。はい、もうそのまんま行きましょう。行っちゃうんで。全然大丈夫です。はい、そんな感じで進めさせていただければと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、いたします、でいらしたばかりということで、はい、なんなんですが、ちょっとラボラトリーなので、うん、やっぱりちょっと戦術の話をしていきたいなというふうに思うんですけれども、ね、うん、あの仙台に2007年から13年まで、はい、2017、あ、7年間ですね。そうですね、はい、7年間いましたということ で、 でその後東京ヴェルディに移籍して、はい、6年間やったんですけど、ええ、まあ、こっちにいた時はまあ誠さん、手倉誠さんが、はいはい、監督やられた時に、まあ僕はすごくその時期に試合とか出させてもらったんですけど、ええ、ヴェルディに行って、今セレッソの大阪の監督のロティーナさんが、はい、まあ、いろいろとこう自分に対してもそうですし、チームに対してもいろんな戦術を落とし込んでくれたので、ええ、まあ、あっちに行ったことによって自分の引き出しもすごく増えたのかなと思いますし、はい、まあ、今仙台でやっぱり戦術鍋さんがいろいろとその、まあ、勉強なされたことを、チームに落とし込んだりもされてたので、うん、まあ、僕もその辺についていろいろと分かることを伝えられたらなというふうに思ってます、ね、はい、あの仙台にいらした時は、はい、お世話になって、あのヴェルディに行くっていう前に聞いていいかどうか分かんないですけど、アーティストになるんじゃないかっていう話を。本当ですか。聞いてたんですけど、それはなかったんですか。いや、僕でも高校の時に津波さんに、あの僕歌手になるからサッカーやめたいって相談してそうでしょ、めちゃくちゃ怒られたから、そのつながりだから
津波さんには本当に ね恩人なんです、今回もそうだし、まあ、いろんなところで、あの津波聡イズムを、あのたくさん受けた一人であるので、だその話を聞いてたんで、あの仙台を辞めるときに、もしかしてアーティストになるんじゃないかなと思ってどんな歌出すんだろうって期待してたら、すぐヴェルディ行って、キャプテンやってましたよね。やりましたあれ、ね、と思って真面目、真面目なところがアーティスト向いてない無理だ堅実に行こう。あ、そうですか、やっぱりね、堅実にサラリーマンやります。そうですか堅実に行きます。そうで、そのヴェルディで J2 で戦ってる時に、今の仙台の木山監督が、あ、そうですそうです、愛媛、山形で指揮を取ってたので、対戦してるということなんですよね。すごくやっぱ日本人選手の使い方であったりとか、あのまあ 3-4-3 を基本的にメインにやられてたんですけど、まあそういうワントップツーシャドウのやり方、すごくこっちとしては嫌でしたね。そのイメージはすごくあります、今ちょっと4バックになりましたけど、ちょっと木山監督だけに木山マニアチックなちょっと話を、なるほどなるほど、ちょっと今日最初にしていただこうかなと思ってまして、ただあの私もちょっと3バックの印象がすごく強いので、あ、4バックなんだ、しかも 4-4-2、まあ、あの怪我の影響もあったんでね、長澤選手、ゲデス選手とかあったんで、フォワードの選手ちょっといなくなっちゃったんで、まあ苦肉の策に近い形で 4-4-2 されたんでしょうけれども、実際まあ今ルヴァンも、あの浦和戦ね、浦和まで行って見ていただきましたし、リーグ戦の開幕戦も名古屋も見ましたので、どうなんですか、まずもう大まかに、この木山監督の 4-4-2 あるいは4バックってどうなんですか。まあ、基本的に木山さん監督のサッカーっていうのはやっぱりハイプレスであって、でそれぞれの能力に合わせた、戦い方をやってるなっていうイメージがありまして、まあ、それが 4-4-2 の場合と 3-4-3 の場合とそんなに、あの変わらなくできるのではないかなというイメージは持ってますね。ちょっと具体的にそれを教えていただいてもいいですか、やり方っていうんですかね。で、やっぱりビルドアップが得意なチームに対して、まあ、こっちが相手だとして、やっぱり攻め入る時にはあのとにかくアグレッシブに攻めて、取られた時に、とにかくここのプレッシャーが早かったんですね、愛媛の時も、山形の時もなので、ここを超えていく、ハーフラインを超えていくビルドアップっていうところは多少ポジショニングによって変わると思いますけれども、アグレッシブさというところで言うと、やはりそのポジショニングっていうのはあまり関係はなく、チームに落とし込んでるんではないかなというふうに思ってます。あの山形時代もそうなんですけど、印象的にその個々の選手のハードワークっていうのがすごく印象があったんですね。そうですね、監督もおっしゃられてますし、とにかく選手のみんなにハードワークを求めてるっていうのはこっちにも伝わってきますね、2試合見てても。ただそこの決まり事っていうところが、ルヴァンカップの開幕の浦和戦だと、あの、まあ、佐々木選手とジャーメイン選手だったと思うんですけども、やっぱりここの距離がまだ遠い段階でプレスに行ってしまったところが何シーンかやっぱ見られて、やっぱりここにスッと入れられたシーンとかも結構あったんですけど、それがあの名古屋戦に関して言うと、ある程度の距離を保った中で、まあ、赤崎選手ですね、プレッシャーに行けてたので、そんなにこの間を通されるパスっていうのは減ったのかなっていうのを思ったので、そこのパスが減ると何がいいかっていうと、やっぱディフェンスラインが安定してここの距離感を保てるっていうところなので、まあ多分松下選手、吉野選手あたりがうまくフォワードに声掛けして、そこのプレスの高さっていうのを変えたんじゃないかなっていうのは見えましたね。なるほど、まあ、基本あのよく言われるのはこう 4-4-2 のブロック組む時のこの前の選手とここの間、ここの間使われるのちょっと嫌ですもんね。そうですね、でやっぱりここがやっぱり縦関係になって、まずはちょっと高いかな、相手の中盤の選手に対して、まあ、しっかりどちらかがここをしっかり牽制するってことがもちろん大事になると思いますし、これはこういけばこういうふうにプレースに行くのも大事なんですけど、やっぱりここのコースだけはしっかりどちらかが消しに行くっていうのが大事だと思いますね。これもしその当初 4-2-3-1 で行くっていう時も、まあ、基本ブロック組む時は 4-4-2 だし、そのアグレッシブっていうと、まあ、それほど変わらないってことなんですね。そうですね、多分その 4-4-2 でも 4-2-3-1 でも
それ攻撃の時の形だと僕は思っているので、守備の時は 4-4-2 っぽくやっぱりなるんじゃないかなというふうに思ってますね。ここの高さもやっぱりそんなに 4-4-2 と 4-2-3-1 っていう言い方の違いで変わらないんじゃないかなというふうに思ってますね、うん、はい、攻撃どうですか、木山監督の攻撃の印象ってどうでした、 J2 で戦ってる時って。 J2 だった時は、はい、まあ、ちょっとこう人が変わってしまうんですけど、3-4-3 で、はい、まあ、3-4-2-1 の形ですかね、ワントップ2シャドウみたいな感じ、ね、そうですね、こういう形でやってたと思うんですけど、はい、まずこの中央の選手がまずボールを結構握れる選手だったんで、ここにフォワードのプレスが来ても少しやっぱり片方のフォワードにボールを運んでいって、うん、この選手をフリーにするようなドライブっていうか、まあ、ボールを運ぶ、はい、まあ、晒すっていうかね、そういうことがちょっとできる選手がここに置いてたなってイメージあるんで、ビルドアップでいうと結構スムーズにハーフラインを越えていくっていうイメージありましたね。今4枚でやってるんで、ちょっとこの真ん中のところがなかなかこうビルドアップの時に、うん、ビルドアップした時に、はい、フォワードに対して、うん、こういうふうに疲れている印象があるので、はい、なかなかボランチの選手もすごくこう窮屈にプレーしてるっていう印象がありますよね。ですね。だここがどう考えるかだと思うんですけど、まあキーパーのソービク選手がうまくこう絡んでこれを3枚と捉えれば、まあ来てもこういうふうに回して、はいはいはい、でこのまま来たら、まあ、ちょっと逆に振るみたいなイメージあるんですけど、はい、まあ、なかなかそういう総武選手と島尾選手を最大限評価した上ですけど、うんうん、まだそのビルドアップに関しては少し難があるのかなっていう印象があるので、うん、まあ、解決策としてはやっぱりここに、まあ、吉野選手が落ちてきて、はい、まあ、例えば相手が2トップであれば3枚でここを越えていく、うんうん、まずファーストラインを越えていくっていう形が今のところいいんじゃないかなっていうのは僕は見てますね。名古屋も守るときは 4-4-2 でやってたので、はいはいはい、その辺あれですよね、結局 2-2 でこうはまっちゃう形になっちゃうので、うん、その辺って対策どうだったんですかね。例えば、やっぱり試合前にスカウティングってすると思うんですけど、うん、はい、まあ、もちろん木山監督もされたと思うんですけど、それを分かった上で、うん、こういうビルドアップの形にしていたのであれば、はい、つなぐ意識よりもある程度ここに早くつけてセカンドボールを拾うっていうやり方を考えていたのではないかなと、まあ、セーフティーファーストではないですけど、うん、まあ、ここのラインをまずは越える、越え方が下だったのか上だったのかっていう違いはあるんですけども、そういう意味合いはあったのかなと思いますね、うん、はい、まあ、当然早いね、ジャーメイン選手がいたんでその辺のスペースで長いボールもありかなっていう感じになるんですかね。そうですね。まあ、浦和のそのルヴァンカップの開幕戦の浦和戦に関して言うと、前半のだいたい30分40分ぐらいにこの左サイドバックの山中選手の裏をジャーメイン選手または道淵選手がここに狙えることにすごく意識を持ち始めてから、やっぱりボールがここに起点になってディフェンスラインがここまで押し上げれたっていうイメージあるんで、あ、まあ、ジャーメン選手が入ることによって良さはやっぱり僕はサイドに流れて起点を作れる、まずはそこが一つだと思うので、まあ得点を求められることはもちろんあると思いますけども、起点になるっていう意味ではジャーメン選手がここに流れていくっていうのは一つの形なのかなと思いますね。そうそうそう、浦和戦って浦和も 4-4-2 でやってたんでしょ、ミラーでやって、はい、そうどうなるのかなと思って、しかも監督さん知ってるでしょって、あ、そうそう、大月さん、はい、お願いします。コーチだったでしょ、だって。で、大月監督も、浦和だと 3-4-3 対応してたんですけど、やっぱりキャンプで 4-4-2 にして、でちょっとポジショナルプレーみたいな感じで、はい、偽サイドバック的な動きを山中選手と橋岡選手がやって、はいはい、サイドハーフに幅を取るのがサイドハーフというふうにやってきて、はいはい、キャンプの約1ヶ月ぐらいの期間ですけども相当練習してきたなっていう印象はあって、だから誰がどこにプレスに行っていいか分からなくなった仙台側って、それでによって佐々木選手が負荷をしてしまったりっていうのも見られたと思うんで、
まあ、ただあれは本当スカウティングがされてないゲームだったんで、ただ難しい部分はあったんですけど、狙いは大槻監督の狙いはあった。ただ逆に言うと、ここのスペースっていうのはうちとしては狙いやすかったのかなという印象があるんで、良き悪きが両方浦和にとっても出たのかなと思いますね。はい、いやその手倉森監督の下でね、はい、コーチされてたでしょ。で 4-4 にやるじゃないですか、はい、ってちょっと思いましたよ僕。そうです ね、あれもしかしてって、うん、なんかやっぱ今そのマリノスのサッカーが、はい、昨年 J1 優勝したということで、はい、まあ、ポジショナルプレーであったりとか、うん、まあ、あとはサイドバックを中に入れることであったりとか、まあ、4バックである利点というところをうまく生かしたサッカーが、まあ、今年に関しては川崎フロンターレさんもそうですし、4バックっていうところでいうと守りに関してやっぱりすごくバランスはいいのかなって僕は思ってまして、はい、取った時にやっぱり5バック気味にいると起点がなかなか作りにくいんですけど、はい、4バックでうまく形を取って取れた時にある程度の人数がここに確保できるっていうのがいいですし、あまり後ろに人をかけすぎずにスライドで守ることによって、うん、やっぱり入りすぎた選手を置き去りにできるここのハードワークがめちゃくちゃ生きてくるのかなと思って、うんうんうん、まあ、仙台が、僕がいた時はリアン選手と関口選手がすごくハードワークしてくれてて、確かに確かに、まあ、その2人の能力の高さが、うん、あの時の躍進を支えてくれたと思うんで、うん、4-4-2 である場合はやっぱり今気になるのはこの両サイドハーフの気の使える動きであったりとか、うん、まあ、プレスバック、うん、サイドバックを助ける守備、まあ、ここもあの名古屋戦に関してすごく頑張ってたんで、うん、ここの1回失点になったシーン以外はすごくよく守れていたという印象はありますよね。ちょっと行っちゃって、はい、ここがちょうど空いちゃったんですよね、バイタルのところが。で結構このルヴァンカップの裏もそうなんですけど、はい、失点になった時にやっぱりセンターバックが引き出されて、はい、ボランチまでもがやっぱり吸収されるっていうところがあったんで、はい、まあ、なるべくここの行く位置、僕もサイドバックだったんでよくわかるんですけど、はい、ここの2人の関係性っていうのはすごく大事で、はい、ここに入った時に柳選手が行くのか、はい、遅れてでもいいからこうディレイしながら佐々木選手に行かすっていうのが、はい、これ多分監督のやり方であったり、はい、言葉のニュアンスで結構変わってくると思うんですけど、うん、ここに生かすのか場所を守る感覚でいるのかっていうことによって失点数はすごく減ってくると思いますけど、逆に言うと得点数も減ってくるので、そこをどっちを取るかっていうのはすごくあの監督によって違うのかなと思うんで。でもサイドバックやってたでしょ、はい、分からないですけど、はい、サイドバックってポジショニング難しくないですか。それ言われてたとはいえ、うん、ここ行くのかあの構えるのかみたいな、そのポジショニングって、ね、やっぱりね、サイドバックにとって一番大事なのっていうのが、この選手のコーチングなんですよね。あ、常に練習からここの信頼関係を築いていれば、パッて後ろ見た時にどれぐらいの距離を置いてくれて、はいはい、ここに行ってもじゃあ例えば縦にポンって行かれる距離で行ける距離なのかどうかっていうところが、試合前またはその週の練習なんかでもしっかり意思統一されていれば、かなり柳選手にとっては行きやすい環境にもできますし、僕の時は上本大会さんであったりとか、はいはいはい、やっぱりカバーリングすごくやってくれる選手がいたので、ね、自分も強く行けたっていうのはあると思う、だからだ、うん、あれだけスライディングしたの。10回行ったら8回ぐらいは多分止めてもうガー行ってましたもんね、はい、その時もやっぱり富田選手とか角田選手が気を利かしていて、ちゃんと そういうリスク管理してくれる人がいたから、人のために動ける選手がやっぱり多かったと思いますね。なるほど。僕は逆に言うと菅井がここまで行ってたんで、高い位置ね、行ってましたね。なんでそこにいるんだってね、はい、菅井選手を生かすためのポジショニングだったりっていうのは、はい、ポジショナルプレーはその時はやってなかった意識でしたけど、はいはい、無意識にやって、うん、やってたと思います。でパク・チュソン選手が出た時もありますけど、はいはいはい、左ね、でここから菅井選手のゴールって結構生まれてたんですけど、うん、はいはいはい、逆に言うとその時に富田選手と角田選手は両方のカバーリングもしてたっていうのが、実は菅井選手が上がれる攻撃のそのポイントであった。でまた彼は戻る能力もめちゃくちゃ高いんで、はいはいはいよくしてましたね、だから菅井選手はある意味戦術菅井なんですよ、彼にじゃないとできない部分っていうのはあるんで、はい、じゃああれだ、ゴール前になんでそこにいたんだ、ゴールだけど、はい、なんでもう戻ってるんだ、そうそうそう、そっちを見てほしかった俺は
逆にね本当はなんでゴールピックになったんだけどカメラがパンって戻るとここにいるんだなんでそこにいるんだっすか逆にねこっちに気づいてほしかった僕としてはそういうところも見てほしかったし、すごくここでやってて頼りがある選手だなっていうふうに思ってました。そうかじゃあちゃんとあの位置を確認しながらそうあのガッツーゾは行ってたわけね、うん、行ってました練習から、ね、その辺は関係性をすごく大事にしてましたしガッツーゾにしか見えなかったもん本当ですかうガンガン行くからだって、はい、今だから言いますけど、はい、スライディングってボールがあってこう通るかなあ当たるかなっていうところで行くじゃないですか、はいはい、膝が入るでしょ田村君の場合ももこの辺で取ること結構多かったんですよあれそこスライディング遅くないみたいなだから近くないみたいななんかね懐に入っていくのが、まあ、スライディングには以外にもあるんですけど、はい、僕剣道やってたんですよああ剣道やってた剣先の間合いってあるじゃないですか、はいはい、どのぐらいの、ねはいはい、でどのぐらい入っていくかっていうのを3歳からやってたんで、はいはい、で1対1になると、はい、その人の触れる触れない間合いにこうスッと入り込む剣道剣道剣道やった方がいいかもしれない剣道あれは剣道の間合いだったあれは剣道じゃあもういけるっていう時はもうちゃんとその相手のベゴテですね金原さんが面打ってきた時にベゴテをこう行くっていうその間合いを、はい、常にやってますあそれ面白いじゃないですか、はい、剣道です、はい、いやでも手倉森ね、誠さんはね、はい、よく言ってましたよ、はい、サーブ絶対外せないって本当ですか、うん、必ずいなきゃいけないサーブなんだって ありがたいですねいやどこもできましたからねそうですね、ね基本的には、うん、あの高校までフォワードやってたし、ボランチ大学やってたし、うんまあ、誠さんにサイドバックをすごくあのボランチ多かったんですよ僕の時あジョニューさん先生とか、あ確かにね、長井さんとか、そっか富田慎吾含めで僕はここにパッて落として、で僕は菅井選手同い年ですけど、はい、やっぱり吸収するもんはたくさんあったんで、まあ、同じようなところにライバルがいたっていうのは自分をすごく成長させてくれた部分もあるんで、あ、はいまあ、菅井選手も一時ねシャドウみたいな位置に入ったりすることもともとここですからね彼はそうそうそうですから、ね、ボランチと前ですからね、はい、あ寡黙なそういう球がねそうそう寡黙なねあとはその手倉森さんとロティーナの、ロティーナ監督の時で言うと、はいはい、はいはい、じゃあね、今セレッソ行っちゃいますか、はい、あそうそう、じゃあちょっと並べますけど 4-4 にね、あれ菅井選手ほら金ちゃんって言われるでしょ、はいはい、あのコーチ今庄司コーチね、あ村上庄司さんね、庄司、はいはい、さんでしょ、はいはい、田村君は何か言われたんだった、なんか僕は何すか、ね、て言われたんですか、ベガルタに行った時はイブシ銀って言われた言いづらい大切だと言いづらい言いづらいじゃないですか、イブシ銀こっちないとかイブシギーンとは言われなかったんですけど、ええ、まあでもそうクセモノ的なクセモノ元木的な感じでしたけどね。でもチームから言われないでしょ、だってチーム名あ言われないですよね、言われないでしょ、それはね、さすがにだから金ちゃんとか庄司さんとかでもなかったでしょ、汗がすタムでしたね、やっぱタムになっちゃうさ、はい、渡辺さんが鍋ってなるように、あそうそうそう、もう田村さんはタムになるわけですね、そう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 だ、でもあの時のメンツも良かったとは思いますけど、まあだってね、うん、リーグ戦2位ですから、そうですね、ね、はっきり例えば攻撃の形とか、うん、こういう風になるとサポーターは分かりやすく盛り上がるというか、ああ、まあ、うちの場合その時で言うと堅守速攻と言われてて、はい、まあ、奪ってからカウンターでサイド高い位置取ってコーナーを例えば取る、はい、でセットプレー取る、うん、ゴールする、まあ、しっかり 1-0 で守りきるサッカーっていうのが、まあ、その当時の堅守を生かしてたと思いますし、ね、はい、ただ今いろいろと渡辺監督がベガルタ仙台に戦術を落とし込んでくれて、うん、はい、まあ、いろんな方がサポーターの方たちもそうですけど戦術に相当詳しくなったと思うので、はい、もう正解、はい、それに便乗してます今、はい、だからそういうニーズがね、私便乗してます今、はい、たくさんあると思うんで、はい、まあ、その辺を紐解いてはいきたいと思うんですけど、そうなんですよね、やっぱり伝統の仙台でと 4-4-2 の守備、はい、これはやっぱり木山監督がこちらに入ってきてもそれを続けるっていうのは、はい、まあ、僕の中ではまあありだと思うんですよね、はい、やっぱりローピングでそれぞれの距離感を保って相手が入っていった時にしっかりと、はい、もう閉じるみたいなね、閉じる、でこれ取り切る、まあ、取れなければ一回開いて、はい、サイドチェンジにもしっかり対応する、はい、やっぱりそのテレビで見ててもすごい2ライン3ラインが綺麗にこう動くっていうのが仙台の守備の特徴だと思うんで、はいはい、ですね、
僕はそれは引き続き続けてほしいと思いますし、はい、やっぱり島尾選手の能力がめちゃくちゃ高いんで、うん、まあ、本当チェガ・マルティン選手、マリノスの選手と島尾選手っていうのはやっぱり J1 で見ても本当に素晴らしい能力を持っているので、はい、守備に関してはしっかりとしたポジショニングと意識さえ守れればそんなに崩れることはないっていうふうには僕は思っているので、うん、この形はすごくいいと思います。そうなんですね、はい、まあ誠さんの時もねそうでしたし、田村君の時もそうでしたから、はい、で渡辺監督はね途中から、ね、うん、フォーバックにしたという感じになりましたけどね。そうですね、やっぱり、3-4-3、4-4-4にいろいろありますけど、その選手によって立ち位置を変えるっていうのはすごく大事だと思っていて、絶対どの選手が出ても 4-4-2 っていうことはしなくてはいいと思っています。だから例えば島尾選手が怪我でいなくなってしまった、そういった場合に誰が出るか分からないけど、そういう時は3枚に変えるっていうのももちろんありだと思いますし、はい、人によって変えるっていうのは絶対に大事だと思ってます、ね、だから川崎戦ね、去年 の後半の時にダゾーンで実況してる時にスタメンね、もう 4-4-2 だと思って出してたら、前半の9分ぐらいまで関口君が怪我でアウトするまでは、うん、分からなかったんだけど、関口君がいなくなってジョンヤ君入れた瞬間に、あ、スリーバックだって、そうで、それで渡辺監督も一緒にご飯食べた時に、うん、あれでバレちゃったんだよっつって、そうで、キム・ジョンヤ選手なんかビルドアップですごく ね長けてますし、そうそう、まあ、彼が入ることによって戦術の幅もすごく広がると思うので、ね、貴重な選手なのかなというふうに思ってますね。で 4-4-2 と言いますと、ロティーナ監督ね、はいはい、ベルディ時代も一緒にされて、ね、はい、もう去年はセレッソ大阪でリーグ1少ない失点、うん、もう堅い守備っていうイメージがあって、そうですね、今年も 4-4-2 でやってるでしょ、はい、まあ、奥野くん言っちゃいましたけど、はいはい、ロティーナさんの、言っていいかどうか分かんないですけど守備ってどうやってるかちょっと知りたいんです。これ言ってもいいですかね。大丈夫ですね最初ロティーナさん来た時に、はい、4バックじゃなかったんですよ、ずっと3バックだったんです、ね、でやっぱり攻撃に行く時に時差が起きちゃうんで、ここの選手が上がらない、はいはいはい、で 4-4-2 っていう形にしてからやっぱり失点がすごく少なくなったと。でそのポジショナルプレーで言うと、まあその優位性っていう言い方をするんですけど、まあ場所的な優位と、はい、位置的な優位と、はい、まあ、数的優位と、まあ、あとは個的優位、能力的な優位っていうのを3つ含めていってて、はい、一番大事なのはやっぱり場所、立ち位置をしっかり守るっていう位置的な優位がすごく大事になってきます。で、はい、例えばクロス、相手のサイドハーフが立ち、こういうところに行ってクロスを上げるときに、はい、もう人につくっていうイメージよりは場所を守るっていう感覚で守備をすることによって、はい、失点数がかなり減って、ただ、うん、その自分の場所っていう責任はものすごく植え付けるんですよね。この場所に入ってきたら、じゃあ島尾選手の責任、はい、ここ越えてきて島尾選手が届かないときはもう八塚選手の責任だよっていう、うんうん、だから場所を守る感覚ですけども、しっかり入ってきたボールには強くいける、またここで L のポジションということを言うんですよね、うん、失点数が得点になる確率って結構ここの前、あ、すみません、はい、いいですよ、すみません、L ですね、 L この L を作る、なんかすごいの聞いちゃってる感じがする。そうするとここのバイタルへのマイナスのクロスっていうのを必ずボランチがカットするっていうイメージですね、はいはい、だからルヴァンカップの浦和戦でいうと、うん、レオナルド選手が決めたゴールなんかはカットの意識を持つことによって必ず防ぐことができたシーンだと思うので、これはちょっと平岡選手が出てしまったことによるポジショニングのミス、あれがありましたけど、はい、こういうふうに L を作ることも可能なので、あ、なるほどなるほど、なるほど、いかに、はい、ここのポジションに対して位置を守るっていう感覚があれば、こういう失点は必ず減ってくるっていうのがロティーナの、じゃあ必ず誰かがここ入らなきゃいけない、そうですね、必ず L にしなさいと、人というよりはもう場所をポイントポイントで必ずいなさいっていう、場所が決まってるっていうのが特徴的ですね、ロティーナ。じゃあずれたとしても必ずこうしなさい、そうです、ここの名古屋戦の失点もそうでしたね。そうですね、まあ、いたんですけど、はい、遅れながら吉野選手が帰ってたと思うんですけど、はいはい、こういう意識を持つことによって、はい、守らなきゃ、戻らなきゃいけない場所がはっきりしてるっていうのが、その判断を凌駕する
ことができるというか、考える前に体が動くっていうところを意識づけられる。ロティーナさんって守備の監督っていうイメージが強いんですけど、そう、なんで守備をするかっていうと、彼はもともとフォワードの選手なので、攻撃をするために守るんだっていうことをずっと言ってたんで。ああ、そうなんすか。イタリア人だからじゃなくて、じゃなくてスペイン人。スペイン人だ。そうか、スペイン人。本当は陽気なラテン系なんですよロディナさんって。でも勝ちたいなら守んなきゃダメっていうのは、要は攻めるために守備をしなさいっていうことなんですよ。だからもともと攻撃が大好きな人なんで、そのためには守備でしっかり守ってしっかりビルドアップしましょうっていう意識づけの表れなんですよ。ですね、ただ課題がね、はい、よく得点力、うん、ね、ここがセレッソロティーナさんの課題だって言うんだけど、 そうですね、はい、そこはどうしてるんですか。そこを言うと、これちょっと動かしてもいいですか。どうぞ。例えば、はい、なんで失点数が減っていて、はい、大量得点が生まれないかっていうポイントがあると思うんですけど、はい、例えばじゃあ左サイドバックの丸橋選手が上がりますね。上がりますよね、はい、したらまあ中に入っていきますよね、はい、でこの時に、はい、やっぱりリスクマネージメントに人をかけるんですよね、はあはあ、攻撃してても。そうですそうです、はあ、だからクロスが上がる時に、まあ菅井選手の例を挙げたらあれですけど、ここまでサイドバックが行くと来ました。やっぱりここのリスクマネージメントの部分で、はい、数的同数であったり、はい、まあ、もっと言っちゃう不利な場合もやっぱり現れてきちゃうと思うんですよ、はいはいはい、でロティーナさんは、うん、僕ここの場所でよくやってたんで、うんうん、サイドバックがクロスするときには必ずここのセカンドボールが大体この位置にこぼれてくることが多いんで、確率的に、はい、必ず4枚ないし 3.5 っていう言い方をしますよね。ここの3枚プラス1枚が 3.5 になるっていう感覚ですよね。この意識がかなり強いんで、今丸橋選手がいるときに松田陸選手サイドバックは必ずここを取ってます。で松田選手が行ったら時には丸橋選手は必ずここを取って、相手のカウンターを必ず抑えるような動きをするんで、カウンターを受けにくいっていう立ち位置をあの練習からすごく意識づけてます。で逆にもっと言うと、ここにいることによって丸橋選手のセカンドボールを拾ってのミドルが生きてくると。なるほどなるほど。そこの意識の差ですよね。よく打つイメージはありますやっぱりね。だからそのこぼれてくる場所に最初から立っている、それがリスクマネージメントのためでもあるし、うん、セカンドボールまたは二次攻撃のキーになるこのサイドバックのリスクマネージメントのポジションがセレッソの大量得点は生まないけれども、うん、大量失点を生まない大事なポイントになっているっていうところですね、うん、はい、でもあれですもんね、要はまあそこまで話していただいたんですけど、はい、例えばここにサイドバックがいたとしてもですよ、はい、守る側としてはなかなかここケアできないですもんね。こっちにやっぱり意識いってますから、はいはいはい、ね、だからここに上がってくるんだよと言われても、はい、守る側の意識はここに人つけるわけにもいかないです、いかないです、ということなんでしょうね。だからクロスに対して中の枚数が1枚ないし2枚減ることはありますけど、はい、その分大量得点は生まれにくいと、はい、ただ失点もしにくいっていうのはこの位置から守備が始まっているということですね。あ、トランディションの時に。あ、そうなんだ。ここで守ってるだけじゃなくて、うん、ここの守備の意識が高いからカウンターを受けにくいっていう、はあ、それがロティーナのやり方ですよね。いわゆるあれでしょ、ネガティブトランジッションの時に、はい、こうから守の意識、もうそこはもう作っちゃってるっていうか、そうですそうです、リスクも張っちゃってるっていう。そうですね、この位置からビルドアップする時にやっぱり取られた時の立ち位置を意識しながら攻撃に行くっていうイメージがすごく強くて、はあ、でもう一個はそれで言うと、もう一個いっちゃう、もう一個いっちゃいます大丈夫ですか、もう一個いっちゃう。なんで失点数が少なくなるかっていうと、やっぱりここのオーバーラップがそんなにないんですよ、はい、追い越していくのね、追い越しがサイドがね、ポジショナルプレーやってるとやっぱりここでの1対1をするためにいかにここにいいボールを供給するかっていうところが最後の勝負になるんですよ。だからこう無理、まあ、柳選手はすごくいい選手ですけれども、これで言うと無理にここを駆け上がって取られてカウンターをする失うよりは、ここで行ってここにうまく仕掛けさせるっていう、そこの違いはありますよね。なるほど、はい、あのだから松田選手とか、はいはい、ロティーナさん来る前ってもっと上がって行ってた印象があるんですよ。もう深く、ね、深さを取って、はい、そっからとか、あるいは自分で中カットインしてとか、はい、そういうのも
試合にあんまりないですもん、ね、ないっていうかね、数が減ってるであるし、うん、例えば島尾選手がいて、ここが松田選手だとしたら、はい、彼が中に抜けして、はい、ここにパスを出させて、ここに止まっていくことによってここの空間を開けさせてここに入れたりとか。なるほど、なるほど。だから彼の両サイドバックのポジショニングのリスクを取るっていうところが、大量得点は生まれないけども大量失点をしないっていうところにはかなり重要なポイントにはなってると思いますね。これで言うと八川選手か、うん、ここ、はあ、だから偽サイドバックっていう言い方ですけど、はいはい、ここにいるっていうのが、うん、攻撃のビルドアップもそうだし、取られた時のリスクマネジメントにもすごく大事な役割を果たしていると。なるほど。どっちが幅を取るかっていうのが実はすごく大事ですよね、はいはいはい。まあ、いわゆるハーフスペースに入って、はい、こっちを出す、サイドバック出すのか、サイドハーフを外に出すのか。リスク考えた時にはやっぱりこの方が形はいいとは思いますよね、うん。ルヴァンカップでいうと八塚選手がクロス上げる時に、はい、時田選手がここまで行って、ここまで、まあ、点は入ったシーンがすごく良かったと思いますけど、やっぱりここの部分でいうとすごく幅を取るのが両サイドバックだっただけに、リスクマネジメントのところが少し不安だったので、ここで弾き返されてここ空いちゃってましたからね。そうですね、うん。まあ、だからまあそこの辺が監督がどちらを取るかっていうのはすごくあると思うんですけども、まあ、例えばパラ選手が入ってきた時だったら、まあ、少しこういう風に取って、逆にセカンドボールを八塚選手がプラスのクロス得意なので、ああ、ここで2つ目のクロスを上げるっていう意識を持てばカウンターは防げるし、攻撃にも厚さが増すんじゃないかなと思ってますね。それはロティーナ監督がそういうことをすごく言ってたんで、はい、はい、だと思います。どのくらい行きましたか、今何分ぐらい行きましたかね。熱い。ちょうど30分ぐらい行きましたよ。まあ、あとはだから今後のベガルタのところとか、はい、何が必要かなとか、ちょっとじゃあセレッソ戦の前に個人的にちょっとご飯を食べながらこのボード持ってきますんで、はい、はい、やっぱりでもこれで頭でっかちのようになってほしくないんですけど、はいはい、いろいろと戦前にスカウティングした段階で、うん、まあ、3パターンぐらいビルドアップのやり方っていうのを、はいはい、例えば2トップで来るのか、それがワントップなのか、はい、まあ、3枚気味なのかによって、はいはい、じゃあ4枚でいくのか、はい、誰が誰に疲れているのかっていうのをすごく見た方がいいかなっていうのを思ってますね。それとあえてつかせているというかね、そういうところ、まあ、イニエスタ選手なんかすごく得意ですけど、その辺がちょっと、まあ、僕もちょっと偉そうなこと言ってますけど、いやいや、見えてくるといいのかなというふうには感じてますね。あの現役時代よく取材させてもらいましたけど、はい、刀剣のイメージが変わりました今。本当ですか、なんかええ、僕もその身体能力が高いわけじゃなくて、で激しさのイメージがつくんですけど、うん、やっぱ 人より考えることだけはすごくやっていたので、あの信頼得れたと思うので。なるほど。なんかその辺の気の利き方とかが、うん、もう少しこう、例えばこの選手を疲れるためにここにいてあげて、ここをフリーにして出させないとか、はいはい、まあちょっとしたことですけど、はい、やっていくともうちょっとボールもうまく回るのかなという気がしますね。じゃあ次あの試合再開して、はい、また解説していただきたいと思うんですけど、はい、その時にちょっとやりましょう。やりましょう。 L っていうところとちょっと、はい、まあ、木山さんがそれをやるかどうかはまだ別として、もしそういうシーンがあれば、ね、はい、あるいはどう本当に守ってるのか、はい、もしそれで守れてたらそれもそうですし、うんうん、まあ、抜けちゃえばそれもそうですし、そうですね、はい、まあ、何らかのチームとしての意図があるということなんですね、はい、いやー、熱い話を聞かせていただきました、はい、もう汗びっしょりですから、はい、ちょっと緊張してますけど、ね、はい、すいません。なのでまたぜひ、はい、ちょっとあの本当に再延期になってしまいましたけど、岐阜戦ね、はい、まあ、でも逆にそのスポーツの価値とか、はい、サッカー J リーグの価値がものすごく上がってると僕は感じてますし、必要としてくれる、ね、人がサポーターであったりね、うんうん、生活の糧にしてくれる人がこんなにたくさんいるとに気づけたんで、はいはい、これは、まあ、再開後すごく楽しみですね。そうですね、はい、もう本当にある意味あの仕方がないことですから、うん、はい、ね、また再会をちょっとね、はい、楽しみに待ちたいと思いますので、はい、
田村君ありがとうございました。すいません、ね、まだ今度は歌をぜひ。歌はもう津波さんに怒られちゃうんで、はい、また歌ぜひお願いします、はい、ちゃんとサッカー頑張ります、ね、今度歌いながらお願いします、はい、めっちゃ言う